私のチャンネルへようこそ JBN1 ビュー。米倉涼子と氷川きよしの見分けがつかない？最新写真が話題に。女優の米倉涼子が自身のインスタグラムを更新。独立した新事務所のロゴを披露したところ、米倉の近影が氷川きよしと激似だ、などと指摘する声がネット上に上がっている。米倉は今年3月末で芸能事務所、オスカープロモーションを退社し、4月に個人事務所、デセイフィオ、デサフィオを設立。デセイフィオは、スペイン語で、挑戦するという意味を持つ言葉。新しいことにも積極的に挑戦していきたい、そんな思いが込められているようだ。米倉はインスタで、私の事務所のロゴが完成しました、と報告しつつ、名刺を持つ自身の姿を公開。引きたい、デセイフィオの D 部分にミスミマークが重ねられているデザインで、コメントではスポットライトをモチーフにしたデザインでいろんな意味が込められています、と説明し、表現者として、挑戦者として、頑張るぞから、と明るく意気込みを綴った。この報告に対し、ファンからは、落ち着いたデザインで、素敵。またスポットライトを浴びている米倉さんを見に行ける日を楽しみにしています。とっつっても素敵なデザイン、いつかお仕事で米倉さんの名刺をもらえるように私も頑張ります。などと、賞賛とエールを送る声が多く寄せられている。パーツ一つ一つに類似性が。そんな中、某ネット掲示板では米倉の近影に注目が集まったようで、茶髪のショートで前髪は大胆に大きく分けてエアリーに書き上げられているヘアスタイルの米倉。これが昨年頃から限界突破し、急速に美しくなっている氷川と酷似しているとの指摘が上がっています。よくよく観察してみると、くっきりと下二重まぶたに高い鼻、そして大きめの口。意外とパーツ一つ一つに類似性がありそうです。実際に、ツイッター上では最近、米倉涼子と氷川きよしの見分けがつかんのだけど、最近米倉涼子かと思ったら氷川きよしだった、ガタすぎるぞうから、米倉涼子のインスタなんてフォローしてたっけ？って思うといつも氷川きよし。最近の氷川きよし米倉涼子さんに似てる気が、する。気のせい？などと、二人を見間違う声が多発している。米倉は新事務所で、氷川は、キーという新しい人格で、今後、芸能界にフレッシュな風をもたらしてほしいものだ。氷川きよし、命を全うしたい、ファンへ新曲など披露。歌手氷川きよしが26日、都内で新アルバム、新演歌名曲コレクション10、流暢宝舞、発売記念イベントを行った。氷川は約2000人のファンを前に、きよしのずんどこぶしをはじめ、新曲、大丈夫や、新アルバムから、それぞれの花のように、のほか、カムオンや、もがみの先導、さらには、観客のアンコールに応えて、限界突破×サバイバーを披露した。氷川はアルバム制作にあたって、毎回いろいろテーマを考えています。何を氷川きよしが伝えるべきかとか、メッセージ性のある歌も歌っていきたい。トークは人生観にも及んだ。僕も40歳を過ぎました。これからの40年、何ができるかというと、人間氷川きよしとして伝えていくべきものを伝えて命を全うしたい、と語った。さらに、いろんな曲が入ったアルバムですが、これからのコンサートでもいろんなジャンルの曲を表現していきたい、と抱負を述べた。丸記事にリアクションしてみませんか？私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。